うだるような暑さ、一体いつまで続くのでしょうか。札幌の円山動物園では動物たちに氷のプレゼント。ゾウも長い鼻を氷に押し当てて嬉しそうです。可愛かった、涼しそう。札幌は今日も30度を超え10日連続の真夏日。富良野では35度を超える猛暑日になりました。日が傾き始め少し涼しくなってきた昨日午後4時過ぎ、札幌市豊平区の月寒公園には愛犬を散歩させる人の姿が。日中はね、暑いですから下の方が照り返しが強いので、散歩行ってもすぐ帰ってきます、嫌がって。何分ぐらいお散歩してたんですか？30分ちょっとぐらい歩いて、あとちょっと木陰で休んだって感じです、ね、1時間ぐらい休んでるかな。そうですね。ペットの体調を気遣って飼い主たちは暑い日中を避けてお散歩させていました。しかし温度を色で示すサーモグラフィーカメラを覗くと、涼しい公園内でもアスファルト部分は40度近くもありました。歩いてる途中で息がすごく切れるのと、やっぱり歩くペースがどんどん落ちていくのがやっぱり分かりますね。スピッツとサモエドの飼い主の池田さん、特にシベリア原産のサモエドにとってはここ数日の暑さは応えているようです。ドッグフードはお皿に入れるんですけども、いつもですと瞬時に平らげてしまうんですけども、最近は残すことが多くなってきました。地面の近くを歩くペットたち、照り返しの影響は人間よりもはるかに大きく、特に今年は熱中症で動物病院に運び込まれるペットが多いといいます。先週あたりもかなり気温が高くて湿度も高くて、人間でさえね、なかなか寝つけないっていう日は、やっぱりペットにとってもやっぱり体は相当ダメージが大きい。獣医師は気温の高い日には飼い主が地面を触って温度を確認することや、ペットの様子をよく観察することが重要だと話します。暑い空気のところをやっぱりこう散歩していくって、そこを人間もね、しっかり理解してほしいですよね。